マイナス10キロ綺麗に痩せる腸活ダイエット整体師の佐藤澄香です。いきなりですが質問です。あなたは朝からしっかり食べてますか？朝は時間がないから食べない、おにぎりやパンなので簡単にパパッと済ませちゃうっていう方は逆に太ります。そこで今回のテーマはこちらです。朝食べるとスルッと痩せる簡単朝食レシピお話します。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのか、その痩せるポイントと、2つ目、スルッと痩せる朝食レシピ、簡単ですからぜひ最後までご覧くださいね。では1つ目の項目です。なぜこの朝食レシピを食べると痩せるのでしょうか、ということでポイントが2つあります。1つ目はこちら、もう毎回お伝えしておりますけれども、あなたの腸内環境を整えてくれる食材をいっぱい使ってるからなんですね。とにかく根本的にリバウンドなしであなたが絶対痩せたいって思っているのであれば、やることこちら、あなたの腸内環境を常にいい状態に保ってあげることなんですね。そうしないと、いくら運動を頑張っても食事制限をしてもあれこれしたとしても、待っているのはもう辛いからリバウンドなんですね。じゃあどうすればよいか、ちゃんとこういった腸内環境を整えてくれる朝食レシピを朝からしっかり食べることで、体のゴミ、有害物質ですね、そういった老廃物をちゃんとあなたの体の中から外に出す、そういう力を身につけることがとってもとっても大事なんです。それさえできればあなたは血行が良くなって巡って、酸素や栄養がちゃんと隅々に届くと、基本的な部分で代謝が上がるんですね。イコール痩せ体質へと根本的に生まれ変わることができるんです。そして2つ目のポイントはこちら、栄養バランスになります。痩せたいなら栄養がないとダメなんですね。なぜか、痩せるホルモンの材料はやはり栄養なんですね。その痩せホルモンが作れないような食事をされてますと、もちろん太るに決まってますよね。ということで、そういった状態をちゃんと1日のスタート、朝から栄養バランスをとってあげることで、ちゃんと寝てる間に栄養の取れたものを食べていれば、痩せホルモンをあなたは毎日毎日しっかり作ることができる体に生まれ変わります。だからこそ、朝からしっかり栄養バランスが取れているかいないか、ここが痩せることができるかできないかの分かれ道ということになるんですね。では2つ目の項目です。朝食べるとスルッと痩せる朝食簡単レシピということで、その材料が持つダイエット効果、材料、作り方、痩せる食べ方、注意点、この順番でお伝えしていきます。今回の簡単レシピはこちら、腸活サバコールスローになります。材料です。サバ缶、水煮缶を準備してください。私こちらの国産サバを使った瀬戸内の花もしお塩というね、カルディさんで見つけて買ったんですけども、これ可愛いでしょ、見た目もサバって書いてある気に入ってね、買っています。でも何でもいいんですよ。ポイントはね、このここ原材料名がもう無添加のもの、サバ国産と、これは食塩のみの完全無添加のサバ缶になります。こういったサバ缶を1缶用意してくださいね。そして各種調味料があります。味噌と醤油を小さじ1ずつ準備してください。でここもポイントで、お味噌や醤油も有機栽培の無添加ね、そういった化学調味料が入っていないものをぜひ選んでくださいね。そして次にキャベツ1/2玉ですね。こちらやっぱりキャベツはね、腸内環境を整えてくれるのにもう最適な野菜になります。なぜか2種類の食物繊維が同時に摂れてしまうという優れものになるんですよね。しかも低脂肪ですし、抗酸化作用が高いので、あなたの代謝を上げることができるんです。そして材料の最後は、塩やオリーブオイルを、まあ、各お好みで少々準備してください。で特にオリーブオイルはもうお腹の大掃除大活躍してくれるんですよね。腸内環境に丸
オレイン酸の効果で便秘改善、あとポリフェノールも含まれていますからね、代謝も上がりますよ。そして満腹中枢を刺激してくれますから、朝からあなたの食欲を抑えてくれる効果もあるんです。以上の材料を準備したら OK。 ではここから作り方に入りましょう。1つ目、ボウルにサバ缶を汁ごと入れていただいて潰してくださいね。2つ目、みじん切りにしたキャベツを先ほどのボウルに入れてよく混ぜましょう。3つ目です。そこに味噌、醤油、塩、オリーブオイルで味を整えて混ぜたら完成。混ぜるだけの簡単レシピ、忙しい朝にぴったり。私も気に入っていただいてるんですね。時々アレンジとしては卵で閉じたりしています。おすすめですよ。で、食べ方注意、美味しすぎるので食べ過ぎには注意してくださいね。そこさえ守っていただくことと、あと材料が無添加のものを選ぶこと、この2つの注意点ポイントを押さえてくださったらもうバッチリです。さあ、いかがだったでしょうか。今回は忙しい朝にぴったりの痩せる朝食レシピご紹介しました。ぜひね、作ってみてくださいね。今回のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録、また実際に作って食べてみたらこうなりましたって感想などなどコメント欄にいただけますともとっても嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。